新紙幣と新元号令和に難くせ、社民党、又一政治が大炎上。本日、社民党の又一政治さんが記者会見にて、次のような発言をしてしまいました。この前の新元号の発表でも、今度の新紙幣でも、あるいは今度は新天皇の即位でも、みんな安倍政権の政権不要というか、支持を高めるために、 利用してててやっている。そんな格好に見えて仕方がない。紙幣がデザインが変わるのは2024年度上記なのに政府が統一票選挙の合間に発表したことについて今言ったような理由じゃないんですかね何でも選挙で有利にするようにって言うと、まあ、こういった発言をされてるんですが この新紙幣に限って言えば、麻生大臣が記者会見で丁寧に説明されておりましたけども、この紙幣の発行には5年かかります。日本中で流通させるためにですね、大量の紙幣が必要になり、その紙幣をしっかりとすって用意しなければならず、また企業に対しても今から発表して、 自販機などの対応を進めていただかなければいけないため、紙幣の発表、実際に流通させる前にですね、なるべく早い段階で行うに越したことはないんです。社民党には、又一誠治さんには、そういった紙幣がどのように作られて、その新しい紙幣を国内で国民に使っていただくために、 どういった対応が必要になるのか、うまく理解されていないようなんですけども、まあ、こういった批判のための批判を繰り返しても、国民は呆きれるばかりで、支持を得ることはできませんので、ぜひとも、社民党には、また一、政治さんには、しっかりと現実を見て、国民のために、日本のために、仕事を、政治をしていただくように、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました